久保さん。まあ確かにまあ稼げれば何でもいいですよね。まあ、何でもいいんだけども、うん、何でも簡単に稼げるわけじゃないので。<laughs> まあ今回成長にしましょうか。要はまあ何かしらその、うん、成長なくしてお金が稼げるっていうのは限りなく少ないんじゃないかなと思います。まあね、一発ドカンで、まあ送り人みたいな感じで、まあ仮想通貨当たった人もまあい,いるだろうし、まあ年末、 ツジャンボだったりとか、ロト当たった人も中にはいるとは思うんですけども、まあビジネス、まあ仮想通貨はビジネスではないですよね。まあトレードするんだったらビジネスになるかどうなのビジネストレ、ビジネスではないか。なんかそのお金を稼いでいくっていう,うことをしたいんだったらうーん、なんか自分の成長なくして、 お金を稼げないかなと思いますし。なんかその、も儲けたいんだもう、なとと、とりあえず何でもいい、儲けたいんだったら、とりあえずその、まあ、当たるか外れるか分からんけども、まあそういうの買ってみればいいんじゃないですか好きなように。うん。宝くじもあるし。ね、公的に、ね、公営ギャンブルじゃないですか。馬券買うのもよし。何するのもよし。うん。当たれば儲かりますよ。 仮想通がも当たった人は送り人ですからね。だけど僕は、あのー、自分の成長、自分がこう成長してって、自分のスキルが、こう、なんだろうな、あー高い、えー。それに見合った収入を得るっていう、なんか当たり前の話なんだけども。<laughs> まあ、プロ野球、プロ野球選手になってね、プロになってプロの収入を得るっていう、なんか別になんかごく当たり前なんですけど、 まあそっちの方がなんか可能性、確率論から言うと、うん、僕は確率は高いかなと。で、ことネットビジネスに関しては、うーん、みんなどうせやめていくし、まあはっきり言って、久保さんでも稼げたわけですから、僕でも稼げたわけですから、<laughs> こう稼げないってことがまずあり得るのかなっていう。 そのプロ野球選手になるって言っても、そのプロ野球選手って本当にその大谷翔平になるとか結構難しいと思うんですよ。だからそのネットビジネスの久保さんになるって別にその、ある程度量やりまくれば、そこまでやる人いないし続ける人いないんで。<laughs> まあ勝てますよね。<laughs> だからね、なんすかね、その、プロじゃないんですよね。なんかアマチュア、甘々で勝てるみたいな、なんなんすかね。<laughs> だからね、僕はいつもね、ラッキーだなと思いますね。この、このネットビジネスの、あのー、ゆるあまだなっていうのはいつも思うんで。うん。だからまあずっとい、き続けますね。うん。あれなんだろうな。まあ、うん、僕はまあ成長した方がいいんじゃないかなと思いますね。少なくても、その、なんだ。 うん世界一とはね、日本一にならなくても、別にお金稼げるわけじゃないですか。久保さんもじゃあに、今ね、FX の商品売ったりとかしてますけども、じゃあ、日本一 FX が上手なのか、日本一 FX 儲けてんのか、別に儲けてないですよ、日本一。<laughs> ね。<laughs> まあ、それでも売れるわけじゃないですか。すごくないですか、これって。ね。 だって本の名詞とかもね、なんか日本でトップクラスみたいな人が本出したとしても売れないかもしれないんですよ。うーん。久保さん売ってますからね。いや、だからこれはね、まあ、まあ初心者の人にとって、とってするとまあ難しいしなんかわかんないかもしれないけども、僕、17年見てるんで、 まあはっきり言いますけど、余裕っすね。余裕、余裕というか甘いですね。このネットビジネスの世界っていうのが甘い。うん。だからなんだろうな。な、プロ基準で、例えば久保さんと僕の発信量っていう、 この、なんかまあ、プロ基準というか、この基準でやって稼げないってことはまずないですよね。久保さんどうですかね ?Facebook ライブ3000回とかやったりとか、365日お客さんと対面で会って悩み聞いたりとかして、で、あと、しっかり商品作ってセールスちゃんのかけるとかして、稼げないとかあんのかないつも思いますけどね。まあ、その基準、久保基準、僕基準でやって <laughs> 稼げないっていうね。 あるのかなっていうでも僕基準も、久保基準もね、はっきり言って、そのプロ野球選手っていうその基準値で言ったら多分相当甘々ですよ。まあまあ、あれば体力の使うところもあるんであれなんですけども、もっと過酷だと思いますよ、プロ野球の世界とか。本当のプロでその飯食っている世界って。まあそれに比べるとね、僕たちなんかクソマですよね。うーん。 だって YouTube とかはリスクもなんもないですもん。<laughs> ね、<laughs> うんだ、そのビジネスの中でもこんだけリスクなくいっぱいできるわけですからうん、まあそもそも甘いなっていうところですね。甘いんだけどみんなやんないから甘いっていうね。言ってらっしゃい。